もう夜も遅いわ。なるべく早く聞き込みを終わらせましょう。ここなら何か釣れそうね。さーて、どの竿を使おうかな。餌はどれがいいかな。この調子で次の依頼も頑張るわよ。これで依頼達成ね。この調子で次の依頼も頑張るわよ。お疲れ様。無事に目的を達成できたみたいね。何か依頼を達成したらまた報告に来てちょうだい。クラウス市長の依頼で昏睡事件の調査を始めたそうね。先ほどこちらで正式に依頼を受理したところよ。それでは調査の方よろしくお願いするわ。本当にもうどうしましょう。あら、あなたたちは。どうもお久しぶり。掲示板を見てきたんだ。あらあら、こんな夜にわざわざごめんなさいね。早速だけど、アリルちゃんを探してくれる？あ、アリルちゃんって、あの猫またいなくなったのね。どう？やってもらえるかしら。うん、一応は OK よ。こんな時にいいのかなって疑問も若干あるけど。細かな事件への対応も遊撃士としての重要な任務よ。できる範囲で協力しましょう。ええ、それで構わないわ。では改めて依頼内容の説明をお願いするわ。何でも猫ちゃんを探しているそうだが、先ほど話に出てきたアリルというのがそれかい？ええ、そうなのよ。そのアリルちゃんを探してるの。ちょっとお昼寝してる間にいなくなっちゃったのよ。前回とまるで同じパターンね。ではもう半日近く戻ってきていないんですか。それは少し心配ですね。どこに行ったか何か心当たりはない？普段よく行く場所とかあったら教えてちょうだい。心当たりというか、おばさんが調べた限りでは発着場が怪しい感じね。発着場？整備員さんに話を聞いたら、猫を見たって人がいたの。小麦色の猫って言ってたし、アリルちゃんに間違いないわ。
そっか。あと、猫の毛色はメモしておいた方がいいわね。おお、それは貴重な情報だよ。手始めにこの線を追ってみてはどうだい。ええ、調べる価値はあるわね。とりあえず発着場に行ってみるとしましょう。うん、了解よ。もうこれくらいで説明は十分みたいね。それじゃあおばさんはここで待ってるわね。ブレイサーさん、あとはよろしく。見つけたら報告に来るわ。ええ、それじゃあね。まったくひどい霧だな。作業服もぐっしょりだぜ。あの、ちょっといい？聞きたいことがあるんだ。おう、なんだい？ふん、猫ね。あいにく俺は見てないぜ。あれ、そうなの？その猫を見たっていうのはきっとスクラートのやつだ。あいつに話を聞いてみろよ。倉庫のあたりにいるはずだぜ。ひどい結露だよ。こりゃよほど厳重に湿気対策をしないと。あの、ちょっといい？聞きたいことがあるんだけど。ん？なんだい？ああ、あの猫の話か。確かに見たよ、今日の昼頃にね。お昼頃ですか。飯田さんの話とぴったり一致するわね。で、その後猫がどこに行ったかわかる？さてね、一体どこに行ったのやら。あれから見てないし、さっぱり見当もつかないね。何しろ猫ってやつは気まぐれな生き物だからな。まあ確かにそうだけど、でも困ったわね。手がかりが途絶えちゃうわ。ならクイントのやつに話を聞いてみたらどうだい。ついさっき夕飯を買いに町に出て行ったところだけど。クイントさん？ああ、セシリア号の操舵手さ。あいつも猫のことを話してたよ。操舵手のクイントさんね。それでは早速探しに行こうじゃないか。情報提供感謝するわ。いや、お安い御用だよ。たまにはゆっくりショッピングも悪くないな。ごめん、ちょっといい？あなた定期船に乗ってるクイントさんよね。え？ああ、そうだけど、何かご用かい？うん、聞きたいことがあるんだ。へえ、
迷い猫を探してるのか。この霧深い夜に大変だね。でも残念なことに俺はそんなもん見ちゃいないよ。え？見てないの？おう、空の女神に誓って猫なんて見ていないね。ただそんな話を人づてに聞いただけさ。ほう、誰から聞いたんだい？同じ船に乗ってるゾシモフだよ。確か発着場で作業してる時に見たって話だったと思うが、詳しくは本人に聞いてくれよ。まだ発着場で仕事してるはずさ。発着場にいるゾシモフさんか。とほほ、結局振り出しに戻るのね。すぐ近くじゃない？愚痴りより先に歩くべきね。ほら、発着場に戻るわよ。ええ、では参りましょう。安らぎますね。はあ、まったく。おや、どうかしました？探したわよ、ゾシモフさん。こんなとこに隠れて一体何やってんのよ。見てお分かりの通り、森林浴ってやつですよ。いやー、船に乗ってると緑が恋しくなるもんでしてね。こうして時々木々に囲まれてひとときを過ごすわけなんですよ。変な習慣ね。まあ何はともあれ見つかってよかったわ。ほら、さっさと用事を済ましてしまうわよ。おっと、そうだったわね。実はゾシモフさんに少し聞きたいことがあるんだ。ほう、何でしょう？へえ、猫を探してるんですか。クイントさんに聞いたけど、あなた猫を目撃したそうね。ええ、確かに見ましたよ。今日のお昼頃、戦争で荷下ろしをしている最中にね、にゃーにゃー騒いでてひどくうるさかったですよ。戦争って、猫は船の中にいたの？戦争って言えば普通は船の中でしょ。ドンパチを連想する方もまあ中にはいるでしょうが。まさか定期船の中とはね。道理で見つからないわけだ。まったくです。でもこうなれば後の話は早いわ。早速許可をもらって船の中を調べてみましょう。うん、それで決まりよ。じゃあゾシモフさん、いろいろとありがとね。はあ、それはいいですけど、どうしたもんでしょうね。ん？どうしたの？何か言いたそうね。ええ、話を蒸し返すようで心苦しいんですけどね。皆さんが探してるのは小麦色の猫ですよね。うん、そうだけど。って、まさか。あ、分かっちゃいました。ええ、そうなんですよ。実は私が見た猫、小麦色じゃなく真っ黒だったんです。これは一本取られたね。すみませんね、なかなか言い出せなくって。でも船の中に猫がいるのは間違いないわけですから、一応調べてみたらどうです？まあ確かに、まだアリルがいないと決まったわけじゃないわね。ええ、そうね。他に手がかりもないし、ここは気を取り直して調べに行ってみるとしますか。うん、そうだね、行ってみるとしようか。よう、猫は見つかったかい？うん、実はそのことでちょっとお願いがあるんだ。へえ、なんだい？ええ、定期船の中を調べさせてほしいのよ。それってつまりこのセシリア号の中に入れろってことかい？まあそういうことね。
なるほどな。話はわからんでもないが、けどさすがに俺の一存じゃ許可できないぜ。悪いが諦めてくれ。うん、あっさり断ってくれるわね。あっさりも何も、無理なもんは無理だからな。粘っても無駄だからさっさと帰った方がいいぜ。はあ、ですって。やれやれ、まったく。もう何そんなお堅いこと言ってんのよ。これはいい？よく考えてみなさい。もし猫が船内にいたらあなたたちも困るのよ。座席に粗相でもされたらどうするつもりなのかしら。それは確かに。でもだからって勝手に許可出すわけには。大丈夫、迷惑はかけないわ。ちょっとだけ中に入れればいいのよ。だからお願いね。知らねえ、当たってる当たってるってば。キー、羨ましい。どう、分かってくれた？しょうがないな。じゃあ本当にちょっとの間だけだよ。あとこのことは絶対に他言無用だぜ。了解よ。よし、準備は完了だ。それじゃあ大急ぎで頼むぜ。ええ、明かりも全て消えてしまっていますから。しかし今にも乗客の声が聞こえてきそうな雰囲気だね。ええ、ちょっと不気味ね。なんか化けて出そうな空気だわ。ういあら、あんた幽霊話は克服したんじゃなかったの？ああ、もうその話はいいってば。ほら、とにかく猫を見つけてこっからおさらばするわよ。ではそろそろ行こうか。整備員くんも待たせていることだしね。今の鳴き声。見つけたわよアリル。もう相変わらずね。話で聞いた通りの小麦色の毛色か。この猫で間違いないわね。よかった、無事見つかりましたね。まったく、あんたのせいで随分歩かされちゃったわ。こんなとこに隠れて一体何してたの？生まれたばかりみたいね。それじゃあここで産んだってこと？ええ、もしかするとそのために忍び込んだのかもしれません。子供たちにとって一番安全な場所を探すために。はあ、だからって船に乗ることはないのに。まあいいわ、今は報告に戻らないと。ええ、そうしましょう。さぞかしおばさんも驚くことでしょうね。おばさんびっくりよ。うちのアリルちゃんがママになって戻ってくるなんて。びっくりしたのは私たちの方だってば。
まさかこんなことになってるとは思わないもの。とりあえず母子ともに健康なのは間違いないわ。これからも大切に育てていってあげてね。それはもちろんよ、大切な家族ですもの。でもでもこれからは大変ね。子猫ちゃんたちの名前を考えるだけで一仕事だわ。いい名をつけてあげてくださいね。ええ、任せておいて。ああ、でも皆さん、帰るのはちょっと待った。まだその流れに持っていくのは早くってよ。まだ何かご用？ブレイサーさんに助けてもらうのは二度目だから。はい、これをあげちゃう。おばさんが礼拝の時に愛用している道具なの。とっても気分が落ち着くからぜひ使ってみてちょうだい。へえ、そうなんだ。ありがとう。遠慮なくいただいておくわ。それじゃあ皆さんも気をつけて帰ってね。一つ仕事が片付いたわね。すぐに本来の仕事に戻るわよ。昏睡事件の調査だね。早速再開するとしようか。もう夜も遅いわ。なるべく早く聞き込みを終わらせましょう。エステル、それにシェラザードさん。こんばんは、ミレーヌおばさん。市長さんから話は聞いてる？ええ、今回の事件の調査をしてくださるそうね。私でよかったら何でも聞いてちょうだい。助かります。それではまずリタさんの容態はどうですか？ええ、全く目を覚まさないわ。このまま朝になったら自然に目を覚ますといいのだけど、今は様子を見るしかないわね。そっか。リタさんが倒れたのはいつどのような状況ですか？そうね、あれは夕方の5時前だったかしら。私が下の台所から出ると玄関でリタさんが倒れていてね。慌てて書斎にいた主人を呼んでベッドまで運んでもらったのよ。でも他にも同じようなことになった人たちがいたなんてね。玄関で倒れていた。その時鍵はかかってたの？確かかかっていなかったはずよ。霧の対策を相談するために主人を訪ねる人も多かったから。おばさんが仕込みをしてたのはどのくらいの間だったの？そうね、30分くらいだったかしら。なるほど、大体事情は分かりました。最後に一つだけ、リタさんが倒れる前後変わったことはありませんでしたか？変わったこと？見知らぬ人が訪ねてきたとか変な物音を聞いたとか、思いつくなら何でも結構です。そうね、変わったことというよりも印象的なことがあったけど、台所で仕込みをしている時かすかに鈴の音が聞こえたのよ。鈴の音？それって私たちも聞いたあれ？とっても綺麗な音色でリタさんが鳴らしたのかと思ったのだけど、そういえば見当たらないわね。どこにやっちゃったのかしら。いろいろ参考になりました。また何かあったらギルドに連絡をください。ええ、わかったわ。あなたたちもくれぐれも気をつけるのよ。うん、わかった。ありがとね、ミレーヌおばさん。
久しぶりね、エリスさん。エステル、よかった、訓練から戻ってきたんだね。心配したよ、なかなか帰ってこないんだもん。ごめんね、挨拶しそびれちゃって。それはそうと、どう、おばさんの様子は。うん、気持ちよさそうに眠ってるだけなんだけど、ゆすっても声をかけても全然起きないんだよね。教区長様は心配ないって言ってくれたんだけど。そっか。私たち市長さんの依頼で今回の事件の調査に来たの。協力してもらえないかしら。あ、はい、もちろんです。何でも聞いちゃってください。それじゃあ、まずおばさんはいつどこで眠っちゃったわけ。あ、うん、時間は夕方の5時くらいだったかな。私とお母さん、外のテラスの椅子とかを片付けてたのね。テラスの椅子を。ええ、この霧だと湿気で痛みそうじゃないですか。せっかく1階を目張りしたから、椅子だけでもしまおうと思って。なるほど。そうして片付けてる途中で、私お父さんに呼ばれちゃって、戻ってきたらお母さんが椅子にもたれて眠っちゃってたの。そっか、眠った現場は見てないわけね。うん、それで私お母さんに声をかけたんだけど起きなくて、慌ててお父さんたちを呼んで2階のベッドに運んでもらって、それでエリスさん。ごめんね、エステルたちが来てくれたからちょっと気が緩んじゃって。うん、分かってる、大丈夫だから無理しないで。うん、ありがとう、もう大丈夫だよ。何か他に聞きたいことはない？そうね、知らねえ、何かある？そうね、お母さんが眠った前後に何か変わったことはなかった？見知らぬ人が訪ねてきたとか、変な物音を聞いたとか。見知らぬ人、そういえばお父さんに呼ばれて中に入る時なんですけど、時計台から女の人が出てくるのを見たんですよね。女の人？ロレントの人間かしら。霧が立ち込めてたから顔は分かりませんでしたけど、不思議なデザインの服だったし、旅行者なんじゃないですかね。不思議なデザインってどういうところが不思議だったの？黒くてゆったりしてて、ドレスみたいな服だったような。やっぱり霧で霞んでたから詳しくは分からないんだけどね。そっか、でも重要な目撃情報かも。アイナさんに報告しなくちゃね。ええ、そうね、ありがとうエリスさん、いろいろと話を聞かせてくれて。あ、いえいえ、お勤めご苦労様です。おばさんのことは私たちに任せて、絶対に原因を突き止めて目を覚ましてもらうから。うん、ありがとうエステル。さんちのエステルちゃんじゃないか。お久しぶり、パッド、マギーおばあちゃん。ルック、大変だったみたいだね。お姉ちゃん、エステルお姉ちゃん。どうしたのパッド。無理もないさ、倒れたルックを見つけたのはこの子だったらしいからね。そうなんだパッド、大変だったね。マギーさん、お孫さんの様子はどうですか？ああ、今のところぐっすりと眠ってるだけさ。なーに、心配せずとも朝になれば起きてくるだろう。なんたって元気だけが取り柄のわんぱく小僧だからね。
このまま目を覚まさないなんて、そんなバカなことがあるもんか。マギさん。ねえパッド、ルックが眠った時のこと私に教えてくれないかな。え、私たち市長さんに頼まれて今回の事件を調べているの。パッドが手がかりを教えてくれたら事件解決に一歩近づけると思う。だからお願い。お姉ちゃん。うん、僕ちゃんと話すよ。ありがとうパッド。それじゃあルックはいつどこで眠っちゃったの？あ、うん、ルックを見つけたのは時計塔の上だったんだ。時間は5時過ぎくらいだったと思う。その時僕たち霧の中でかくれんぼをしててさ、僕が鬼で隠れてるルックを探している最中だったんだ。でもやっと見つけたと思ったらルックが眠りこけちゃってて、仕方ないから起こそうとしたら全然起きてくれなくって。そっか。ところでルックのことは誰がここまで運んでくれたの？あ、うん、時計台森のバンデュじいちゃん。僕が困ってるところにちょうど上に登ってきたんだ。霧で時計の調子が悪くなってないか確かめに来たみたい。そっか、パンデュじいさんらしいな。うん、だいたい状況は分かったわ。ねえパッド君、かくれんぼをしている時他に変なことは起こらなかった？変なこと？見かけない人を見たとか変な物音を聞いたとか何でも構わないわよ。霧で真っ白だったこと以外はあんまり覚えてないかも。発着場に誰もいなかったのがちょっと怖かったくらいかな。そっか。特に不審なことは起こらなかったみたいね。ええ、そうね。二人ともありがとう。いろいろと参考になりました。そうかい、それは何よりだよ。エステルお姉ちゃん、ルック大丈夫だよね？うん、もちろんよ。パッドもこれ以上ベソかかないようにね。ルックが起きた時にからかわれちゃうわよ。うん、そうだね。僕もう泣かないよ。もう夜も遅いわ。なるべく早く聞き込みを終わらせましょう。おや、君たちは。確かエステルちゃんとシェラザードさんだったかしら。ええ、こんばんは。市長さんに依頼されて事件の調査に来たんだけど、ラオじいさんの容体はどう？ええ、変わりないわ。よく眠っているみたいだけど何をしても全然起きなくて。やっぱりこのまま朝になるまで様子を見るしかないのかな。ええ、今のところはそうした方がいいわ。それでいくつか聞きたいことがあるんだけど構わないかしら？ええ、もちろんよ。僕たちに答えられることなら何でも構わない。ご協力感謝するわ。まずラオさんがいつどこで眠ってしまったか教えてくれる？時間は5時半くらいだったかしら。場所はその扉の向こうになるかな。扉の向こうってつまり廊下ってことよね？まあ、扉を叩く音と一緒に帰ったぞって声が聞こえてね。鍵を外して出迎えようとしたらお父さんが倒れてたんだ。父さん酒場に行ってたから酔いつぶれたのかと思ったけど、全然酒臭くなかったから今日は飲まなかったみたいなの。それなのに目を覚まさないからさすがに変だと思ってね、教区長さんに相談に行ったのさ。
なるほど、大体状況は分かったわ。最後に一つだけ、ラオさんが眠る前に何か変なことはなかった？変なこと？この霧のことかい。ううん、それとは別に、見知らぬ人を見かけたとか変な物音を聞いたとか。そういえばお父さんを運び込むとき。ああ、あなたも気づいたんだ。ごたごたしてたから今まで忘れちゃってたわね。どういうこと？倒れたお父さんをベッドに運ぼうとしたときなんだけど、かすかに鈴の音が聞こえたんだ。ここでも鈴の音？すごく綺麗な音色だったわ。多分誰かが外で鳴らしたんだと思うけど。ありがとう、いろいろと参考になったわ。もし他に何か思い出したらギルドに連絡してもらえるかしら？ええ、わかったわ。それじゃあ失礼します。また明日様子を見に来るね。ああ、よろしく頼むよ。この調子で次の依頼も頑張るわよ。お疲れ様。無事に目的を達成できたみたいね。何か依頼を達成したらまた報告に来てちょうだい。事件の調査ご苦労様。どう？聞き込みの調子は？あ、うん、昏睡した人の家族から一通り話は聞いてきたけど。わかったわ。それではみんなを呼んで一旦情報を整理しましょう。なるほど、いろいろ調べてきてくれたわね。特に昏睡した人たちの関係者の証言は興味深いわ。とりあえず全ての証言において完全に一致している箇所がありそうね。あ、それって。ええ、まさにその通りね。4人の件に共通すること、それは昏睡した瞬間を目撃した人がいないということよ。なるほどな。まるで狙ったかのようなタイミングで眠ったわけか。その意味ではこの霧も一役買っているみたいですね。これだけ視界が狭いと目撃者も限られるでしょうし。霧の中から人知れず現れて犠牲者の魂を食らう悪魔、そんな怪しくも美しいイメージが浮かんでくるね。ゾッとしないわね。そうなってくるとその悪魔を特定するのに有効な証言がありそうね。ええ、鈴の音と黒衣の女ね、どちらも昏睡事件に関わりがあると見ていいわ。鈴はともかく、黒衣の女の人を見たのって確かエリッサだけよね。偶然って可能性はないかな？いえ、それはないわ。その女性が現れた場所で何があったのかを考えるとね。あ、そう、黒衣の女性が出てきたのは時計台から。そこでパッド君がルック君を見つけたのよね。確かに偶然であるわけないか。それじゃあやっぱりその黒衣の女の人が。ああ、間違いあるまい。どうやらまた新たな執行者が現れたようだ。チッ、やはりか。原因不明の霧と昏睡が今回のありえない現象、そして鈴の音がメッセージなんですね。これでようやく敵の姿が見えてきたわね。私はこれから各地の支部と王国軍に連絡するけど、みんなはどうする？そうね、このままだとまたいつ他の市民が狙われるとも限らないわ。夜通しでパトロールをすべきね。うん、私も賛成。交代でやれば少しは休めるはずだし。ああ、その必要はないぞ。え？夜間のパトロールは俺たち野郎どもに任せとけ。お前らはまとめて
家でゆっくり休んどきゃ。でも。そうね。エステルも今日は疲れたでしょ。姫様とティータちゃんを家まで案内してあげなさい。あ、うん、わかった。あのな、シラザード、何を人ごとみたいに言ってる。パトロールは野郎どもに任せとけって言っただろうが。え？お前さんとエステルには調査で頑張ってもらったからな。代わりと言っちゃなんだが、今夜はゆっくり休んでくれや。ちょっと待って、ランク B の遊撃士にそんな気遣いは無用だわ。シェラ君、ここは従っておきたまえ。平気な顔をしているが、疲れは完全に隠せていないよ。必要な時に休息を取るのも遊撃士の仕事じゃないのかな。そうね。知らねえ。ジンさん、アガット、夜間のパトロールよろしくお願いするわ。ああ、任せとけ。その代わり、明日は朝からきっちり働いてもらうぜ。今夜はもう遅いからすぐに休んだ方が良さそうだね。それではエステル君、家まで案内してもらおうか。で、どうしてあんたが来るわけ？そう警戒することはないさ。このオリビエ、たとえハーレム状態であっても節度は守る紳士だからね。オリビエさん、目が横島ですよ。まったく、このままスマキにしてやろうかしら。ほら、スチャラカ演奏か。こんなところで何をしやがる。とっととパトロールの順番を決めちまうぞ。え？アガット君ったら、お茶目さん。パトロールは君とジンさんの二人でやるっていう話だろ。そんなことは一言も言ってねえ。俺たち野郎どもに任せとけって言っただけだ。え？ほら、とっとと来やがれ。アガット君、ちょっと待ってくれないか。こんなハーレム状態なんて滅多にあることじゃないんだよ。君の分まで楽しんでくるから、どうか見逃して。ああ、とっとと始めるぞ。オリビエならしにはああいうのが一番みたいね。しかし、ほんと緊張感のないやつ。本気なのか冗談なのか、いまいち分かりにくい人ですよね。 100% 本気だと思うけど、とりあえずティータの教育に良くない存在であるのは確かね。そんなこと言ったらオリビエさんがかわいそうだよ。知らねえ。ううん、なんでもないわ。オリビエの言葉じゃないけど、今夜は早めに休みましょう。うん、そうだね。ティータ、クローゼ、案内するからついてきて。戸締まりが気になったからちょっと確かめてくるわ。すぐに戻るから眠ってて。分かった、お姉ちゃん。早く戻ってきてね。かわいい。なんだか無性にほっぺをつつきたくなるわね。おっと、いかんいかん。知らねえかクローゼのどちらかと思うんだけど、一応戸締まりも確かめよう。